縄市産婦人科ユークリニックの島袋文です。今日はタバコを吸ってしまったけどおっぱいをあげても大丈夫っていうような心配についてご説明したいと思います。妊娠中にタバコをやめていても産後にちょっとしたことでタバコを吸ってしまったって、そんなことはね、時々聞いたりするんですね。だから私いつも妊婦さんでタバコを吸ってたことがある人にはいつも妊娠中に言っとくんですけど、もしも産後タバコを吸っちゃったとしても、タバコを吸ったからって言っておっぱいはやめないでいいからね、そのままあげていいよってことをお伝えしてます。でもなんかやっぱりこうイメージとしてですね、タバコを吸うと体の中にこのタバコの毒がいっぱい入ってきて、それがおっぱいを通して赤ちゃんにも毒がいってしまうんじゃないかっていうようなことを心配される方、たくさんいると思います。で、結論としてはおっぱいをあげても問題ありません。大丈夫です。タバコはおっぱいに出てくるこの有害成分よりも、実は吸った時に体について服とかね、髪の毛についたり吐く息から出てくる有害物、こっちの方がすごい影響が大きいんですね。だからもし子供の前でタバコを吸わなくっても、実際には子供への健康への影響っていうのはすごく大きいんですね。で、おっぱいへ行く有害成分っていうのは心配だと思うんですが、結論から言うと母乳をあげることで赤ちゃんへの健康のメリットは大きいので、母乳は最大限にあげた方がいいんですね。で、タバコを吸った時のおっぱいへ行く有害成分なんですけど、特別に授乳間隔を空けるっていう必要もないんです。で、おっぱいへ行く有害物の影響っていうのはすごくわずかで、これは後でまたもうちょっと詳しく説明しますけど、それよりも吸った後のお母さんの吐く息、それから髪の毛や洋服についた有害物、こっちの方から起こる受動喫煙っていう、受動喫煙っていうのは実は吸った時に漂うタバコの煙そのものなんですね。だこれは2番目の受動喫煙で、さらに3番目の受動喫煙として服だとか吐く息とかっていうことで、タバコをもう消しちゃったとしても、そのタバコの有害物質っていうのは影響があるんですよっていうことなんですね。で、もしお母さんがどうしてもタバコを吸ってしまって赤ちゃんへの影響を避けたいっていうんであれば、吐く息や洋服についたタバコの有害物っていうのが問題なので、タバコを吸ったらシャワーを浴びて服も着替えて40分間赤ちゃんに近寄らないようにすると、これがベストということになるんですけど、そうもいかないっていうことでね、どうしてもやめられない場合でも、できる限り赤ちゃんへの影響を避けて、母乳はもう最大限上げた方がいいということになるんですね。で、例えばこの受動喫煙なんですけど、目の前で吸わないって言ってね、台所で換気扇をかけながら吸うっていうのはもう全然もうその漂うタバコの煙の影響は減らないですからね。それはもうぜひ避けるようにした方がいいです。で、先ほどからね、おっぱい最大限にあげた方がいいですよって、それはね、お母さんにとっても赤ちゃんにとっても母乳育児っていうのはすごくメリットがあるんですね。お母さんにとってはおっぱいをあげることでね、子宮の戻りも早くなるし、おっぱいをあげてるとね、完全におっぱいだけあげてればっていう条件がつくんですけど、排卵が起こる期間がちょっと遅れて、次の早すぎる妊娠を避けることができたり、それから産後のですね、体重も自然に減ったりとか、あといろんなお母さんもね、病気のリスクが減るんですね。例えば産後うつとかね、将来的にアルツハイマー病のリスクも減るなんていう話があったり、あと糖尿病のリスクが減るとかね、あと関節リウマチとか高血圧、高脂血症、閉経前の乳がん、卵巣がん、子宮体がん、いろんな影響が病気にかかる可能性が減ると。でもう一つですね、お母さんにとって良いところは、タバコを吸うお母さんにとっては母乳をあげてるとタバコを吸う機会は減るというのと、そういうメリット、それによってさらに健康にメリットになるということですね。で、赤ちゃんにとってもちろんもう母乳はね、免疫力とかね、すごくたくさん入ってますから、あと栄養的にももう優れてますので、いろんな病気にかかるリスクが減るんですね。で、分かってるだけでもこんなにたくさんの病気のリスクが減るっていうのが分かってるんですけど、あとは神経学的発達っていうことで、IQ も高くなる、認知能力も高くなると、そういったことも分かってます。母乳を飲むことで人工乳に比べるといろんな病気も減るし、 IQ もより高くなるってことなんですね。で、じゃあタバコを吸って受動喫煙によってどうなのかっていうと、タバコを吸っていてお母さんがおっぱいをあげてないと、ダブルパンチなんですけど、タバコを吸ってる場合でも
乳児突然症候群とかね、喘息や気管支炎とか肺炎とかね、あと慢性副鼻腔炎とか、いろんな病気にかかる可能性が高まると。で、身長の伸びが悪くなったり、知能の発達が悪くなったり、虫歯になりやすくなったり、成人した後にがんになる可能性が高まるとね、もう受動喫煙もう本当にやばいですよね。いろんな影響が赤ちゃんに出てしまうと、お子さんに出てしまうということになりますね。で、母乳、じゃあタバコをね、もう吸い終わって40分も経った、で、シャワーも浴びて服も着替えた、でもおっぱいからの成分は体の中から出てるんだったら赤ちゃんに影響があって心配だっていう場合ですね、実際に母乳の中のタバコの有害成分がどれだけ完全になくなるかっていう情報はね、正確にはないんですね。で、ただニコチンに関してはデータがあるんです。これはね、ニコチンパッチっていうね、お薬が発売されてて、ニコチンによる血中濃度とか、この母乳への移行濃度とかっていうのはデータがあるんですね。で、まあそれによると1日17本タバコを吸ってるお母さんとニコチンパッチ 30mg を使用した場合が同じぐらいの血中濃度で、ニコチンの血中濃度っていうのは2時間で半分に減ってしまうと、影響はすごく減りますよということで、まあニコチンパッチを使って禁煙するっていうこともタバコを17本以上吸ってる人は 30mg、 それ以下の人はまたその本数に合わせた少ない量のニコチンパッチを使うことで禁煙の補助薬を使って禁煙することができるということになりますね。で、まあ母乳中の有害物質を避けようとするんだったら、まあ授乳直後にタバコを吸うっていう方法もありますよって、その方が血中濃度が下がっていく、次に授乳するまでに血中濃度は下がっていくから、より赤ちゃんへの影響は、おっぱいからいく赤ちゃんへの影響は少ないですよっていう、そういう専門家の意見もあったりするんですね。まあ、それだとするとですね、それを気にして授乳回数を減らして、なるべくおっぱいから有害物質が減ってから授乳しないといけないとかね、そういうイメージになって授乳回数が減ったり、もしくはタバコ吸ったら次の授乳は1回は人工乳にしようとか、そういうふうにしたりすると、赤ちゃんにですね、健康へのメリットとして、結局母乳育児をすることで赤ちゃんにとっていろんな病気にかかるリスクが減る。だけどそれを人工乳と飲ませると、母乳のそういう健康への免疫力とか病気を防ぐ力っていうのが邪魔されてしまうわけですよね。で、しかもお母さんが毎回ですね、タバコ一本吸うたびにお風呂に入って服も全部着替えて、吐く息が影響ないように40分間赤ちゃんに近寄らないって、そういうわけにいかないじゃないですか。とすると結局授乳回数を減らすっていうようなことをですね、するっていうのを心配しないで、最大限におっぱいをあげた方がいいということになるんですね。で、実際のデータとしてですね、有害物質、タバコの中にいっぱいあるんですけど、その中でニコチンだけがデータとして出てはいるんですけど、なんとですね、タバコを吸ったお母さんがその赤ちゃんに対して の吐く息とか予服とか含めた、受動喫煙ですね、そういったので赤ちゃんがタバコの有害物質を取る量、ニコチン量ですねに比べて、おっぱいから赤ちゃんが取るニコチン量っていうのはわずか 1% 程度だということなんですね。で、そこでお母さんがだからたった 1% 受動喫煙の影響の湯に比べるとっていうのは、おっぱいに少なくわずかに出てる有害物質を気にしてしまって、赤ちゃんに人工乳をあげると赤ちゃんの病気のリスクは増えてしまうということになるんです。で、この母乳育児のすごいところっていうのはですね、お母さんがタバコをですね吸っていたとしても6ヶ月以上母乳育児を続けていると、そのタバコをお母さんが吸うことへの受動喫煙でのいろんな呼吸器に気管支炎とかそういった病気のですねリスクが 1.7 倍から 1.1 倍に減るというようなデータもあったりします。ただ6ヶ月以上母乳育児をしていてお母さんがタバコを吸っていない場合に比べると、6ヶ月未満しか母乳育児ができなかったお母さんがタバコを吸ってるって場合には、赤ちゃんへの呼吸器感染症のリスクは 2.2 倍になると、そういう報告があったりするんですね。ということは、おっぱいをあげずにタバコをお母さんが吸ってしまうと、気管支炎とかのリスクはものすごく増えると、2倍以上に増えてしまうということになるけど、6ヶ月以上母乳育児を続けながらタバコを吸っている場合には、気管支炎とかの呼吸器の病気のリスクは減ると、減るっていうか、母乳育児だけをしているお母さん、母乳育児をしていて、タバコを吸ってないお母さんに比べても 1.1 倍まで減るということになるわけですね。
なので、まあタバコを吸っていても赤ちゃんにおっぱいをあげた方が子どもの健康にはプラスになりますよっていうことです。でお母さんがタバコを吸ってるとね、あの風邪とか気管支炎とか中耳炎とか喘息とかいろんな病気を増やしてしまうんですけど、まあ、母乳育児をしているとお母さんがタバコを吸ってても病気のリスクは軽くなるんです。だからタバコの害を気にして母乳をあげることを避けた方がいいんじゃないかっていうふうに考えないで、どんどん母乳はあげてください。であと母乳育児をしているとね、やっぱりこのタバコを吸いに行く時間がなかなか取れないから、タバコを吸う本数が減ったりとか、まあ、お母さん自身も母乳をあげたいからやっぱりタバコをやめようっていう禁煙するあの動機にもつながったりして、お母さん自身の健康にもとってもプラスになると思います。でもしたった1本だけタバコを吸ってしまったっていうことがあった場合ですね、もう吸わないけど1本だけ吸ってしまった、そしたらじゃあもうこの、 あの1本吸ったがために赤ちゃんへの影響があるから、あのおっぱいあげない方がいいかって思い悩む場合ですね、ニコチン量はもう本当に受動喫煙のわずか 1%、 もう本当にちょっとです。でそんなことは心配しないでしっかりおっぱいあげましょう。でたった1回人工乳をあげたとしてもですね、腸内細菌が大腸菌優位になって赤ちゃんがいろんな病気にかかりやすくなるっていうリスクを上げてしまったりするんです。なのであの全然気にせずにそのままおっぱいあげてください。タバコを吸っていてもお母さんのおっぱいは赤ちゃんにとってはもう一番大事な栄養で、もう最高なものなんですね。で、あの受動喫煙の影響を心配するんだったらシャワーを浴びて服を着替えると、まあ、完璧かと思います。で、まあ、あのタバコだけに限らずお酒とかいろんなお薬とかね、これを取ったらあの赤ちゃんにおっぱいあげたらいけないんじゃないかっていうことがいろいろあったりすると思うんですけど、基本的にはあのおっぱいをもうあのあげるのが一番赤ちゃんにとって健康にもプラスになります。まあ、お薬の話に言うと奥が深いんで、まあ、それだけでまたね、ものすごいあの2時間でも講義があのできちゃうぐらいのすごいあの内容が深い内容だったりするんですけど、まあ、タバコに吸って限ってもそれだけじゃなく、もおっぱいっていうのは赤ちゃんにとっても最高で一番あのいいものなんですよっていうことなんですね。であのタバコを吸ってしまったり、もしタバコをやめられなかったりっていうのは、まあ、お母さんの意思が弱いからじゃなくて、タバコを吸うことはニコチン依存症っていう立派な病気の名前がついちゃってるんですね。で、まあ、禁煙外来なんですけど、以前2016年より前はね、あの1日ねあの20本10年間とか、まあ、かける200にならないとあの保険診療が受けられないって、そういう制約が保険収入になったんですね。とするとですよ、23歳のお母さんがですね、あの例えば18、6歳からタバコを1日20本吸ってたとしても200にはいかないわけですよ。そうすると保険収入を受けられないっていうようなあのハードルがあったんですけど、今は34歳以下の人だったら喫煙本数に関わらず保険診療での治療が受けられるんですね。であのただね、ちょっと妊娠中や授乳中にはニコチンパッチは使用してはいけませんって薬の説明書に書いてあるっていうのがちょっと問題 で、世界的には妊娠中や授乳中の禁煙にニコチンパッチを使用するってことは実は一般的なんですね。でチャンピクスってもう一つに禁煙補助薬があるんですけど、これは妊婦さんには使っても絶対ダメってなってないんですけど、授乳中はダメってことになってるんですよ。そうすると授乳中に禁煙したい、そのニコチンパッチを使用することに理解のある先生を見つけないと授乳中には禁煙外来を受けるっていうことに関してはちょっとハードルがあるんですけど、でもまあタバコをやめられない場合にはぜひあの授乳中の禁煙ニコチンパッチの、 あの使用に理解のある先生を探して禁煙外来で相談して禁煙をサポートしてもらうっていうのはすごくいい方法だと思うのでおすすめです。でまあ、あの私がですね禁煙外来を始めた理由はですね、もうどうしてもあの開業するときには禁煙外来をやろうと思ったんですけど、妊婦さんの禁煙をですね自分でサポートしたかったからなんですね。以前病院に勤めていたときにはあの妊婦さんでタバコをやめられないって人はあのその病院の禁煙外来の先生に紹介してたんですね。で実際にこの人が禁煙がうまくいってるのかどうか、どういう状況なのかっていうのはちょっとよく見えなかったんです。でなので自分でやっぱりこの辺はしっかりサポートしたいっていうのがあったので、まあ、開業することで自分で禁煙外来をやるってことも実現することができました。で禁煙外来っていうのは実はあの呼吸器内科が禁煙ってなんかタバコを吸うってことで呼吸器の病気も多いから、あの呼吸器内科の先生のあの専門のものじゃないかっていうイメージがちょっとあったんですけど、実はですね医者の専門に関わらず医師免許があれば誰でもある一定の条件ですね、禁煙サポートする看護師がいるとか敷地内禁煙を達成してるとか、まあそういう条件はあるんですけど、そういう条件を満たしたら何かの先生でも禁煙外来を
やることができるんです。で、まあ、実際に禁煙外来始めて、ゆいクリニックでですね、ご夫婦で妊娠中に禁煙したいっていうことで禁煙外来を受診してくださった方がいて、まあ、本当にその時には禁煙外来やっててよかったなって思いました。で、もしね、授乳中に吸ってしまって、どうしてもタバコがやめられないっていう時には、まあ、禁煙外来で相談するようにして、禁煙をサポートを受ける、もしくは自力でやめるのなかなか辛いんでね、あれなんですけど、薬局でニコチンガムを購入するっていうのも、まあ、一つの手ではあります。まあ、それでもニコチンガムにも妊娠授乳中にはダメっていうふうに書かれてたりするんですけど、説明書にですね、まあ、そこは問題ないと、世界的にも論文的にも問題ないので、ニコチンガムを使用して禁煙するっていう方法もありです。まあ、そしてね、どうしてもタバコを吸ってしまったとしても、おっぱいはやめずに、なるべく早くまたタバコをやめるように、いろいろ試していくっていうことをやってください。以上ですね、授乳中にタバコを吸ってしまった、でもおっぱいはやめないで大丈夫ですってことをお伝えしました。ありがとうございました。